まずはですね、ちょっといいですか。今日はちょっと本日は、お越しいただいてありがとうございます。一つ言わないといけないことがあるので先に言わせてください。今日来ていただいた関係の皆さん、あと設営準備してくださった準備してくださった皆さん、何よりもメンバーの皆さん、遅刻しちゃって申し訳ないです。これから頑張るので大詫びと言ったらなんですが、よろしくお願いします。ちなみにこっからが正 MC です。僕は昨日から考えてきたんですけど、まあトップバッターじゃないんで、まあ皆さんお疲れ様です。3年の高木です。まあ、そして今日はいつショータイムとして出させてもらいます。まあ、僕自身、あ、こっちですか。ライト全然大丈夫か。あ、すいません、ちょっとあの貫禄出してるんですけど、ライブ初めてなので、まあ温かい目で見ていただければ幸いです。皆さん、あの聞かなくていいんで話せんだけして、まあ聞いてもらえると嬉しいです。あと今日カメラ何人か持ってくださってる方いるんですけど、これあのこの写真そのまま自分エントリーシートにあの企業の方に使わせてもらいますので、ぜひかっこいい写真をまあ撮っていただけると嬉しいです。まあちょっと本当に、まあ本人の前でやるっていうのは緊張するんですけど、聞いてください。山岡翔でネクスト星人。変わりたくて変わりたくて何度も悩み泣いた日々から、今の僕を次のステージにステップアップさせるんだ。こちらに作曲者の山岡翔さんがいます。皆さん拍手を。ありがとうございます。それではここからバンドとしていつショータイムでやらせていただきます。皆さんお立ちください。まあ、このバンドを組んで、まあ、1曲目はすぐ決まったんですけど、2曲目何するかってなって、まあ、どんな曲をやるべきか、まあ、ちょっと悩んだんですけど、まあ、皆さん知ってる曲を選んだので、あの須田将暉の曲をやらせていただきます。まあ、ソータの子が出るから選びました。それでは聴いてください。さよならゆうち。
そばにいるだけで本当幸せだったら、そばにいるだけでただそれだけでさ、愛が僕に勝つといて、あなたが愛を言うけれど、歌の形は変わらないみたいだ。舞い上がっていけ、we'll be right back.
分かけたら、よかったよ。